はい、3本目。一番ええ音ですね、うん、で動画見とっても多分それが一番伝わる音はこういう音なんだと思うし、今回これ玉野が玉野これやったんですよ。これでも中身は5つぐらい使ってます、うん、あの何だっけ、ノイズフィルターと、うん、ノイズゲートと、これはなんていう機械だ、これ MS50、ま、マルチストンプってやつですね。ズームのマルチストンプ、10年ぐらい前に出たやつなんですけど、これがね、割にね、あの一番ちっちゃくしたいなと思って、そのエッグさんのイベントってアンプも出たらあかんじゃないですか。せやもんで、もうこの前は何だっけ、トーンラボっていうボックスのやつを持ってたんやけど、今回 GT10 とこれとどっち持ってこうなと思っとって、で大山さんがその前日に来とって、でどっちがいいっすかって、どっちの方がいいなって言うたんで、こっち持ってこう。でこれはアンプシミュレーターがあのマーシャルの1959でしといて、でブースターかまして、そんなこともスーパーコーラスかまして、そんなことできるの、でホールリバーブ入れて、でアナログディレイを入れて、でこれ1,2,3 もっと使ってますね僕、なんじゃかんじゃ。そんなにかけれるんだ。でもね、めっちゃその程度っていうぐらい薄しかかけてません。
の1959を、ゲインを2時。で、チューブっていうなんかチューブっぽさが1時。レベルが3時。みたいな感じの、にしてますね。で、このシミュレーターって、なんかよくこう、音ここで作っちゃうと、なんかこう、こじんまりした、その、聞いた音で作っちゃうとあかんのですよね。あの、シミュレーターは、これは、なんか、1959のアンプや、みたいな感じでいらわんとあかんみたいですね。この一番、たけたけしい音が出るとこまで上げやなあかん。フルドライブに近いとこまで上げやなあかんっていうイメージでやらなあかんらしいです。シミュレーターは。耳で聞いちゃうとあかんみたいな。けど、これは別に耳で聞いても、なんか良かったですけど。違いがあんまりなかった。まあ鳴らすのにもよるやるけど、このセット結構いいよな。これ今下やろ。下ですね。うん、なんかプレイテックで入っとんでなんかアホかとか思うやないですか。てけどこれあの清水さんと一緒のあのあれ2発。しかも配線僕自分でなんかオリジナル配線にしとんでダイレクトなんですよね。あの変にスイッチとかでこうステレオ切り替えとかあるじゃないですか。そんなにしてなくても一発でアコから入れてるんで、うん、だって無駄がない。まあそんな感じのあれですね。でこれがあの大きい音ちっちゃい音大きい音ちっちゃい音って2つしか入れてないです。それでもちっちゃい音あれどっちどっちみたいな思わんで1回踏んで2回踏んだら元に戻るみたいな。俺清水さんがあんまり弾かんやつ清水さんがあんまり弾かんようなやつ弾かんようなやつ弾かんようなやつ俺の好きそうなこういうの好きなんです俺全く弾かんそうな、チープな感じが弾かんそうなギターを、はい、清水さんに弾かしてみよう弾かせてみようってこの前これやったんですよ。これ何でしたっけ？ピカプ P90 ですね。90。P90。あ、これ P90 なの？ P90。でも音立っとるよな。シングルの方がいいかな。それでも僕はトーン絞るけど。ギャリギャリ弾きすぎ。苦手。
まあまあいろんなパンチが入ってるんですよね、これね。ピッチシフトとディストーションが入ってる感じですね。これあれ何度でハモっとるやろ。ちょっとわかんないですね。シフト量はなんか2時みたいになってますね。これを変えると変わるのかな。そうですね。セルじゃなくて1台を歪ませてもう1台をクリーンクリーンではなくてちょっとクランチ、そうそうそう、あ、そ音の芯が出るみたいな、ね、あの伊藤さんの伊藤さんがやってるあのインストバンドでギター弾いてる奥崎さんってあの人アンプ2台使って鳴らしてるけど、クリーンと歪みをミックスしてるかどうかはちょっとわからん。大体が多分そのステレオなんやろな。すごい良かった。ボックスとメサブギのアンプ2台使って、うん、あの人の音すごい良かった。もう僕も最後挨拶に行ったぐらい良かった。良かった。僕が高校生の頃第一学期の店員やって、うん、店員さんしとった人でね、奥崎さんって、うん、知っとんのかな。顔見たときないじゃん。すごいお世話になりましたけどね。ヘリって書いてあるんで、ね、そんな感じなの。昨日の地味そんな感じなの。パープルヘリズではない。僕弾ける人がおるときにこんなん持ってきてこうやって切り替えてったら何でも弾いてくれるでいいですよ。雰囲気に任せたあれを全部弾いてくれる。なんじゃらワウって書いてあります。SEQ ワウ。あー、あれや。回るやつや。ロータリー？ロータリーじゃ。SB なんとかであるやな。SEQ って書いてあります。SEQ。リッチホール。今でもさ、本当にもうこんなんが出てきてさ、みんなええ音出すよな。でもお前その高いから、まあ、こんなええ音は出やんけど、ヒロヤみたいに。そうね、やっぱ弾き手ですね。弾き手ですよ、やっぱり。指から音が出るんですよね。いい音にもなんかこう音結局は音楽的か音楽的じゃないかの違いやと思うんですよ、うん、いい機材使えばいい音はするんやけどそれが音楽的か音楽的じゃないかっていうのは弾き手で変わってくる。あの何だっけ、ギターも普通に弾いたら、うん、まあドレミファソラシドって弾くじゃないですか、うん、そうやけどドレミファソラってなんか泣かすじゃないですか、ブキーとか言うじゃないですか、あれですよね。上手い人らはやっぱり。まあ、結局あとピカソの絵を見て、うん、あのヒロヤのギターはこういつも思うのは粘り気があるあ、うん、ねちっこいね、そうねちっこいのが演奏でそれはそうやな、他の人に真似できやんか分からん、うん、まあそれは個性、他聞いてもそんなにそうやな、ケッツもこうちょっと色っぽいギターやった、うん、そうですね、
ちょっとさらっとしてるでね、さらっと弾かれるでねって言ってたもんね。そういうのがその人の特徴であるもんな。うん、熱苦しいだけど。メタルディスト。何でも弾いてくれます。音が消えてくぐらいあるやん。うん、あ、本当に消えてないな。これか。あ、オニオンですね。フェイザーですね。ファンキーはファンクですね。使ってないかもしれない。使おうとは思わん。オーディはもう使ったことない。あ、そう、オーディは俺昔使っとったよ。ね、ずっとオリジナルのやつ持っとる、うん、もんね。昔の本当のやつはもう歪むんやわ、意外に。日本製のやつよね。その後のオーディ3とかなんか、その辺より1の方がずっと歪む。感じで今回これ僕新品で買ったんですけどね。ええおもちゃや。もうあのエッグさん出るちょっと3日ぐらい前に届いたから。どうしようなどうしようなどうしようなと戻ってもう買ってまおうと。まあまあ一回欲しかったけど、要中古でなんか6、7千円で出とって買おうかな買おうかなとか思っとって。中古やったら6、7千円で買えるの。売ってて、うん、もう最近結構もっと上がってきとるけど。ズームの、うん、なんかペダルもついとるやつあるでしょ、ちコンパクトなやつで、はいはいはい、ボリュームペダルかなんかもついてる。ここのこんなやつ。なんかいろいろあるね。いろいろあ、いろんなある、ね。ズームここでズーム屋さん。ズーム屋さんですね。ズームそういうのとか。俺も退職金入ったらフェリックスストンブ買おう。ね、これこんなんでしょ。絶対ね。使いこなせない。もうだいぶ古いですけどね。うち来たらこれの505いっぱいありますよ。あ、そうそう、こんなやつこんなやつ、ね、ギターに内蔵させてしまう。そうそう、何もでもあれここにつけてもらおうかな。ねえ、肩とかに言われてなんか強そう。これいいからここで修造さんして今度やろうか。二人でコンビでやらへん。これでここへこうつけて、これアコギの中に入れてくれたら何もでも入れない。こんなんがね、安く出とるとね、ついつい買ってしまうんですよ。買っちゃうんだ。だってこれ500円とかで売っとったらさ、なんか買おうかな。だから安い時あったら、思いますよ。一番悪くなんけど。電池も入れっぱなしやな。505はいっぱいありますよ。なんか技を見せる。技。なんかあれ、シロヤンといえばタッピングやな。このギターでそんなイメージある？これだって、いつもこうなんかの時はタッピングやん。そういうイメージ。困った時のタッピングですよ。タッピングとアーミングっていうイメージが俺の中には。困った時のタッピングとアーミングですよ。変えれます？どこれもやめてきます？それはいいんですけど。これつけてみます。これはいいんですけど。はい、ギターだけ。やっぱりこれやね。ギターやっぱりもう自分の、うん、自分のやつ。いや、せっかく持ってきたので。せっかく。いや、今日はひろやん先生からいろいろ学びましょう。何を学ぶのか。どんな音がいいんですか。普通のハードロック。今日はブルース。これはダメです。これダメです。もうちょっと注意が。中域がもうちょっと出て歪んでって、うん、ディレイリバーブかかってるやつで、そこにちょっとディチューン出してもらえると選ぶの難しいな。
する程度ぐらいの方がなんかめっちゃ誘導してる。まあ、ドクリーンってあんま使わんすよね。うん、もうクリーンって言っても絶対歪んどるやん。ほったのクリーンってないやん。なんかアンプで鳴らした時点でなんかちょっとこうザラつくっていうかなんかあるやん。まあ GC とかね、ああいうやつは結構 かなりクリーンにはなるけど、コンプレッサーちょっとかわしたらもうザラつくでな。何が欲しいですか？ディレイとディレイバーブですね。ディレイバーブ。テープエコー。ちょっとかけ。380ms ぐらいで。細かいです。マットディレイ。アナログディレイがいいです。ディレイタイムやね。300?タイムで380から420ぐらいです。380でいきましょう。はい、380。フィードバックはどれぐらい欲しいですか？もう気持ちいいです。まあ、割合3割ぐらい、うん。ミックスは半分にしときましょう。50%。で、これで次が。次何欲しいですか？いや、いいですよ。リバーブかかってるんですか、これ？かかってます。いいですよ、リバーブとディレイで。そう、もっともっと入れましょう。ディチューン。トレモロ。ディチューン。いや、絶対いらん。いや、ディチューン？ディチューン。コーラスを。コーラス、はい。コーラス、どんなコーラスがいいですか？コーラスをスピード遅めのデプスを中間ぐらいで。中間ぐらいで。コーラス入れとんの？ステレオコーラス。そんなことない。コーラスはディチューンで。スーパーコーラス。常にかけてますよ。あ、そうなん。本当はディチューンがいいですね。僕のギターの音の本当の隠し味はディチューン。あ、そうなん。ディチューンで。ちょっとディチューン変えちゃったんでね。デプスが深い。なるほど。気持ち。気持ち深い。半分ぐらい。50%。レートが低め？レート低め。低め。遅め。20%。またミックス下げる。低めで。低めで。
好きなんですね。あ、もうちょっと、もうちょっとミックスしよう。いつもの音になんかなっちゃう。近づいてきましたね。そうなん。これ、声なんですよね。やっぱり、分かっとって言うとる人と、耳で聞きながらなんじゃらかんじゃらって言うとる人は、なかなか答えが出せるんですよね。あれ。不思議と。もうやっぱ慣れとらんの。こんなぐらい、数字、自分で数字ができとらんとあかんんですよね。ほんで、次何欲しい？いや、もういいですよ。え？もっと行きましょう。コンプレッサー今の音が一番いいな。コンプレッサーいらん、はい、コンプレッサーかけるとどうなるんですか。コンプかけるとこんな感じ。かなりかかりすぎ。音ちっちゃい。かなりかかってますねこれ。スレッショルドもうちょっと上げるというか下げる。下げます。弱めて。トーンは真ん中。レベルはアタックも遅めで。アタックも遅めで。2つとコンプチュールリミッター的なアタックを押さないと。アタックはスロー。スローになったらファストにしてしまいますね。スロー。コンプもかけてしまいましたね。続きまして、感じの音になっちゃったね。ありませんか。やばい。やっぱコンプレッサーって難しい。外した音の方がいいかな。ね、リバーブはいらないですか。リバーブは欲しいですよ。リバーブはコールリバーブ。プレートでもコールでも。ルーム。スプリング。スプリングはいらないです。スプリングいらないです。音がなければホールでいいですよ。 HD リバーブ。アリーナリバーブにしましょう。あれや、勝手すぎちゃう。 1.5 ぐらいでいいです。 1.5 ぐらい。 1.5 とかじゃないですよね。アリーナリバーブ。今アリーナリバーブコンプを切りましょう。コンプ切りました。ステレオ。あ、そう、スーパーコーラス。アナログディレイ。マーシャル1959。言うたんやけど、これでライブしても無形やろな。無形や。無形や。何したらいいですか。でこう一人引きの時はこれ一番いいよな、ね、これぐらいでやるのが。アンサンブルにはもうダメですね。何をしてほしいですか。いやもういいですよ。もういいですか。気持ち原因上げてほしい。原因上げてほしいですか。そう、結構原因これもう、マーシャル1959からするといっぱいいっぱい。それやでな。オーバードライブかなんかかけると音変わってくから。ああ、それでいきますか。あのマーシャル JCM2000 とか入ってないの。ああ、それやったら結構歪むよ。900も歪む。俺昔900使うとったんやわ、本物。それめっちゃ良かったけどな、音。900はもうその時は俺アンプ直やで。マスターブリム作るやつよね。そうそうそう。でめっちゃ歪んだ。ちょっとこれザラッとした感じですか。音はちょっと軽かったけど。もうちょっとチューブっぽさを。ゲインはもう
3時回ってますよ。4時。難しいもんですね。言うな。ちょっと上げすぎ。あ、ここら辺が気持ちいいから。これから。こんだけ歪んだこと何でも弾けそうやけど、絶対ライブでは使えやん。ありませんか。でもこれぐらいでも大音量でやりゃええんかもわからん。まあでも抜けないですよ。抜けやんやろうけど、その若い子がやりそうな。まあこんな音好きですよね。ジーンっていう音も。30分待った。はい。じゃあそろそろ締めの何かを。締めの何かを。なんだろう。でも僕がね、今日は3本も撮ってしまうからどうしよう。もうノン編集やで、ね、ほんまに。そのまま曲げるだけ。曲げる。このこういう会話も全部入って。僕でも結局ね、なんだかんだ言って一番影響を受けたギタリストって。ビーズの松本さんなんですよ。あ、そう。意外やった。そう、結構意外な。俺前もそれ聞いたから。結構意外やなって。そうなんや。あの、これこう、撮っとんであかんか。オフレコでお願いしますみたいな。ビーズの松本さんって、ギタリストの人やと、両極端ちゃいます。うん、ね、うん、好きっていう人と、嫌いっていう人と、僕中間ってあんまおらんちゅうか。俺好きやった。好きです。割と。ビーズはよう聞いたもん。うん、でも、コピーはそれあるやな。何やったギリギリチョップとかあんなんぐらいしかしたわけないから。なんかあの、お音をあの、あるやんか、マイケル・シェンカーみたいな、バウアーな、かけたいな、まあね。あれ好きなんやけど、なんかな、本物のライブで見たときも、歪みすぎちゃうからで、俺もでしょ。いつも歪みすぎとるから。でも音はええんやん、めっちゃええんやけど、なんかそういう感じで思ってしまうんすよ。そう、確かにうまいしな。で、得意のなんかこうスライドでこうなんかあれやな、ハンマリングとクリームでこうやるような、そういうやつ、こういうプレイみたいな。うまいじゃないですか。えうまいじゃないですか。やっぱヒルヤンさんもやっぱり、いや、その影響を受けて、影響を受けとるよ。俺のせいで春畑やなって思っとったで、うん、春畑は本当好きな、俺なんか好きない、うん、でもコピーした時はほぼない、うん、まあ王道やでね。この前ないらリクエストもうたやつなんとか言う、なんかジャガー違う、なんか普通の遅いゆっくりさ、テレビのなんか主題歌みたいな、なんかそんな、あれだとソワリはめちゃくちゃ出しとんでね、10枚ぐらい出しとんちゃうかな、ずっとやっとんね、ソロ活動も。で僕そんななんかあの春畑さんがあのなんかある時そのなんかヤングギターとか春畑モデルとか売られた、うんうん、最近はね。でその時に初めて、あ、チューブの春畑さんってすごいギタリストとしてこう、うん、あれなんやなって、うん、ああいうねシグネーチャーって出ないじゃないですか、フェンダーからちゃんと出てます。でそれが出とるっていうことは、あ、この人すごい人なんやとか思ったら、みんなが春畑って言うんで、僕聞いたことないとか思いながら、なんかさ、見た目のギャップがあるかな。そう、見た目でテレビ出る時でもおとなしい感じやしさ、しゃべるとすごいけど、あのインストとか聞くとすごいな、うん、やっぱりしゃべるとすごいですよ。ギャップがものすごいですよ。しゃべるとすごいの、俺しゃべっとんの聞いたわけないよ。しゃべるとその辺の普通の人ですよ、ただの。それそれそれ、なんていうの、テレビでもしゃべっとるとこで見たわけないの、あの、うん、ライブ本物で行きましたもん、あ、ライブに行きましたけどね、演奏した時とね、MC で喋った時のギャップが、喋りますよ、喋りますよ。そうなんや。俺は何枚目か知らんけど、そのちょっと赤いようなジャケットのレッドバード、あ、それや、それ割と聞いとったか、うん、結構新しいね。けどあの人速いとかそんなよりメロディーセンスだもん、うん、それでヒロヤンのギターと一緒で、その早弾き云々じゃなくて、こうメロディーセンスがいいというか、それが好きな、まあ、松本孝弘も一緒やけど、松本孝弘なんていうかな、好きなんやけど、そこまでこう
この人のギターをコピーしたいって言うて、はるはともコピーしてないけど、うん、そこまで思わせやんかな、うん、松本さんはデビューした時は ビーズって打ち込み系のちょっとダンス寄りな感じの打ち込み系のバンドやって、で途中から急にブルースに転換したでしょ、ブルージーな曲をやるようになって、もうそれぐらいからはあんまり好きじゃないんですよ。そこまでが好き、初期がのそういう人多いですよね。ロックマンの XPR かなんかのプリアンプで松本さんが弾いとる頃のギターが好きで、ギターがヒロヤンが持っとるような、あの昨日持ってきとったやな、ああいうタイプを使っとった時とか、ヤマハの MG やったっけ、そうそうそう、あれ使っとったヤマハやね、うん、松本モデルって出てましたもん、うん、そうそう、松本さんね、浜田麻里のバックでも弾いてましたからね、昔は。俺、浜田麻里も全然、しかし有名な曲は知っとったけど、浜田麻里のギターがいいとか、全く考えておりなかった。もう歌謡曲の人やと思っとった、ね。浜田麻里のバックはいいメンバーですよ、いつも。僕、日本人で一番好きなギタリストが、松崎隆さんですけど、ディメンションの。全然知らん。フュージョンバンドのディメンションのギタリストで、浜田麻里のバックのリードギターもずっと初期から今もずっとやってます。増崎さん好きですね。昨日も好きやったよな。昨日もその話、お客さん、歌わずに来てたお客さんと、どんなギタリストが好きなんですかって、なんか初めて会ったお客さんやったんですけどね、そうだ、喋っとって、スティーブ・ルカサーですって僕言ってましたけど、ヒロヤンやから H そうや、切らなそういうことで今日は一応ここから先はオフレコで喋りますじゃあ皆さんごきげんよう。お疲れ様でした。お疲れです